12球団欠陥球場ランキング、1位エスコンドーム、2位札幌ドーム、3位ベルーナドーム、4位ソソマリンスタジアム、5位明治神宮球場、6位バンテリンドーム、7位京セラドーム大阪、8位横浜スタジアム、9位 PP ドーム、10位東京ドーム、11位甲子園球場、12位楽天生命パーク、13位マツダスタジアム。異論ある？こんなもんやろ。バンテリンな1位やろ。配色で気がめいる。野外とか雨でダメになる時点で全部欠陥やろ。屋根のない球場が最高とか笑わせんなや。京セラやろ。どの席からも見にくい。神宮の方がマリンより上やろ。あとは同意。神宮は狭いけど欠陥ってほどじゃない。グラウンドレベルが平行じゃない時点でプレーする環境としては最悪レベルやろ。マツダは広さといいフェンスの高さといいほんま優秀やわ。どの球場も全部あれが規格でいい。というかアメリカはともかく形式的な平等性や規則性に異様にこだわる。日本が球場の規格に関してはなぜかバラバラなのが理解不能。マツダはビジターファンが楽しめない欠陥球場。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。